に美人がいるっておかしいだろ。山の邪神にさらわれて逃げてきた玉野さん、助けられるのは私たちしかいない。でも穂村は私と刹那の目を見て驚いた。やはりお前ら、金色と銀色の真珠を持っていた。まさかお前たちが生きていたとはな。どういうことだ、あいつは私たちを知っているのか。次回、汎用の夜叉姫、森を焼いた黒幕。お前のせいで私と刹那は引き裂かれたんだ。